ミヤッチー、ミヤッチー、頑張るよ、頑張って、頑張るよ、ケミさん頑張れ、2人とも頑張れ。はい、チャンピオンズ2018ニューイヤー岡山大会チャンピオンズ優勝決定戦スタート。うわぁ、早い、あ、やっぱ早いわ。トップは一方のマシン。うわぁ、うわぁ、ひどまってくるのか。なんぼよ、そうですね。さあ、注目の決勝戦でございます。オープンに知った顔が2人もいてるというね。はい、どうなることやら。それでは本日最後のレースとなります、オープンクラスの優勝決定戦です。それでは選手紹介をお願いします。ケミさん、ケミさん、頑張れ。やっちー、めっちゃ寒ない、足足寒いやろ、絶対。なんでクロックスなんでクロックスね。1月です。それは準備が良ければ、うわぁ、やっちー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 、誰が誰が1位、おー、宮地来てる。ケミさんや、今後は上から言われるんやろな。上から言われるんやろな。コラボで買った時に使ってたやつ、こんなんダメですよ、言われるんやろな。品川とか行かへんよ。今日ケミさんも何回目の人間よ。男性も持ってもらうから。いやでもね、まあ、買ってもうた、買ってもうた、買ってもうた。エミツーさん泣いてもうた。あ、めっちゃ泣いてた。泣いてた、泣いてたけど。唇が可愛い。あ、うん。じゃ一言だけもう一回。ありがとうございます。はい。あ、もう決勝あるわね。それでは、次回までお待ちください。まずは、チャンピオンズ、絶対寒いやん、これ。しかもこれだけでしょ。やめやめくりだよ。もうね、なんせ海さんの FMR 講座に来たのが宮田選手。同じ土俵になりました。ブレーキどうやってるんですか。やっぱ色吉にしたらいいですね。色吉か、色吉がいい。せめて5色以上使えと。お前ら5色以上使えということで、まともに作ったらそれやったんですけどね。岡山、今日持ってたんよ。うん、いや、そう、準決勝勝ったでしょ。その時に、マイさんに勝ったでしょ。俺はもう、あれ見た時、もう、あ、今日行くんちゃうか思ってました。そうなんですか。あいつ、あいつ行くんちゃうか。あいつ。ただ、エミさん。レザーブランド、おさかデザイン様から特製レザーキーホルダー。
優勝を決めました。さあ一言お願いします。すいません、今日はこんな話もいただいて